はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダアコードで、はい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 、今日もやってまいりました、今日はですね、ホンダさんに車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見てみましょう。ホンダアコードハイブリッド EX ということで、こちらのモデルは417万円しますね。いや綺麗ですね。いやなかなかね、シンプルなデザインですよね。アコードってねあんまりね街中で見ないですよね。このインライン型のねヘッドライトもかっこいいですよね。横から見たらこんな感じです。いやなかなかね、こういったセダンってね最近少ないですよね。いや改めて見るとねこのアコードってねこんなに洗練されたデザインだったんですね。いや綺麗わ。タイヤの方は235の 45R18 18インチを履いております。後ろから見るとこんな感じです。いやテールランプ綺麗なんですね。ハザード焚いてみました。こんな感じですね。いやシンプルにね、なんか大人びたデザインですよね本当にね。でこの少しだけねリアスポイラーがねあるんですね。いやこの辺も大人びてええわ。正面ねヘッドライトつけるとこんな感じです。いや綺麗な車ですよね本当アコードって。アコードね、こう見えて結構大きい車なんですよね。全幅がね、1850ミリあります。なのでね、ちょっとした立体駐車場とかね気をつけないと、タイヤね擦っちゃったりしますよね。それぐらい大きいんです。このフェンダーもね結構意外とこう盛り上がってるシルエットなんですね。でシャークフィンアンテナですね。まあこのクラスになるとねまあ当たり前のアンテナになってきますね。いやしかしこの夕方のこのアコード、夕方のアコードってかっこええんやな。ちょっとトランクね開けさせてもらいます。結構広いですねこのゴルフバッグ。うまいこと積んだら3つはいけるんじゃないですかね。いや3つきついか。トランクこんな感じで開きます。ライトはこう独立してるんですね。ではね、内装の方を見てみましょう。お邪魔しますと。おお、内装の方はねこんな感じです。もうね夕方で暗くなっちゃったんで、イルミネーションが綺麗ですよね。これメーターどうなってんの。いやさすがハイブリッドカーということで、まあこれねモデルチェンジするんですけど、そんなにね古さをやっぱ感じないですよね。まだまだ最新のデザインだなという感じがします。でこれねタッチパネルいろいろ使えますね。ボリュームとかもこれタッチパネルなんですね。ちょっと暗くなっちゃったんでねライト明る明る、室内と明るいわ。もうねここにシフトノブがないということで、まあこういったのもねだいぶ慣れてきましたね。パーキング、電子パーキングに、スポーツモード、ドライブニュートラルで、これがバックですね。で、パーキングボタンと。で、EV 走行ができるので、EV ボタンがありますね。で、シートヒーター、2つついております。この辺はね、まあ、小物入れとか、まあ、ほとんど暗くて見えないですけど。いや、すごいね、操作しやすい感じですよね。ちなみに、乗った感じ、こんな感じです。これちょっと暗くてほとんど見えなくてすいません。いやゆとりの空間ですね。さすが車幅が広いといった感じがしますね。ちょっと後部座席、乗ってみましょう。ではちょっと後部座席乗ります。お邪魔しますと。今こんな感じです。いや扉閉まるこの密閉感、いやすごいなこれ。これね運転席だいぶ下げてます。それでもね拳1個2個ぐらい十分入りますね。足組めるぐらいですね。やっぱりねこれぐらいのクラスの車になると後部座席に乗る方がいいかもしれないですね。ちゃんとね出てきます。では試乗の方行ってみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ご報告よし。
ホンダアコードというわけでね、こちらグレードの方は、EX ということで、まあ上級グレードの方を今乗っております。やっぱりね、走り出した瞬間、いやー静かですよね。静かで、この滑らかな走り、しかもねこれ今 E コンモードですね、EV モードで走っております。ハイブリッドカーなんですけども、EV モードで、まあ、ほぼこれ電気でね走れるという状態ですね。でこの静粛性ですよ、もうほとんどねこのタイヤのね路面の音ぐらいしか聞こえてこないですね。でこちらねもうモデル末期になるんですが、もうね成熟されたこの IMMD ということで、いやすごいね上質感を感じますよね。次のね2020年に新しくモデルチェンジするということなんですが、やっぱねこの最終モデルってねすごいねやっぱ成熟感があるなという感じがしますね。これはこれでね人気のあるモデルですので、このあえてねこのモデルが欲しいという方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。はい、今軽くアクセルを踏んでおります。まあ 10% ぐらいですかね、10から 15% ぐらいの雨踏みで、今時速40キロまでスムーズに加速しております。いやーやっぱりねなんかねしっとりした乗り味なんですよね。でハンドルがね結構思ったよりね、結構重みを感じますよね。今、ちょっと、左の方へ曲がってみようと思います。これね左に曲がるときねこのナビが、モニターになるんですよね。ミラーですね、ミラーの代わりになりますね。右側に曲がるときは出てこないんですが、左側に曲がるときはこのセンターのねモニターに、後ろの表記がされますね。安全確認がかなり、楽ですね。右折のときは出ません。ではね E コンモードを切ります。ここ、50キロまで加速できます。ではね、少し加速の方をしてみようと思います。おお、すごいすごい、あれこれこんなに、すごいね強い加速があるできるんですね。あれアコードってこんなに速かった？今結構 G を感じましたね。あ、パワフルやわアコード。今ね、少し路面の悪いところを走っております。足回りねめちゃくちゃふわふわしてるわけではありません。走りながらね、やっぱり路面の状況を、ドライバーに伝えるというぐらいの、まあ、少し固めの、サスペンションですかね。なので結構スポーティーな走りもできますよね。うわ軽く踏んだだけでいやすごいわ加速で。今ね、平均燃費が 18.1 キロパーリッターってなってますね。こちらまあ試乗車なので、まあそんなに距離が乗ってないと、まだ6000キロしか乗ってないですね。なので平均燃費がそんなに高くないと思うんですが、こちらね、EX タイプで、JC08 モードが、30.0 キロパーリッターですね。いや優秀ですよね。まあ実燃費ね22、3キロぐらいは走るんじゃないでしょうかね。でこちら、ホンダセンシングということで、ACC ですね、前の車に、追尾したり、車線をねはみ出ないようにハンドルがククッとね補助してくれたりしますね。いろんなね、先進機能もついていて、やっぱりね新しい車なんだなという感じがしますね。で今度ね2020年に新しくアコードがモデルチェンジします。今度はね、まあシビックの、セダンをベースとしたデザインになるわけなんですけども、まあアメリカの方でねもうすでに販売はしておりました。それがね、日本で発売ということで、まあ2年遅れでの発売になるみたいですね。でこちらの、アコードが、まあ最終形のモデルと、まあこれを安く、買って、まあ、じっくり乗るっていうのもいいと思いますね。いやーこれも本当ねほぼ文句のない、車じゃないですかね。この乗り味、ホンダアコードハイブリッド、いやーワンランク上の、乗り味ですね。
はい、ホンダアコードどうですかね、最終モデルとなりますけども、なかなかの乗り味でしたね。高級感を感じました。いや、こっちのモデルがねいいっていう人もいるんじゃないでしょうか。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでホンダアコードでした。じゃあね、バイシュ。